平野紫耀の喫煙疑惑投稿にファン同様。脱ジャニーズもの SNS 自爆とは元キングプリンスの平野紫耀が滝沢秀明氏の新会社トベエの合流を発表してからファンの間で彼の喫煙疑惑が話題になっています。彼のジャニーズ時代とは一線を画す SNS 自爆にファンたちが同様しています。喫煙疑惑についての論議は広がる一方で 彼のファンとの密な交流や個性的な投稿により、ますます彼に魅了されるファンが増えていることも事実です。新たな出発への期待、平野潮がジャニーズ事務所を退所し、ト米への合流を発表したことにより、彼の未来への期待が高まっています。元同僚、神宮寺雄太との生配信で、クリエイティブな活動に情熱を注ぎ、素敵な時間を提供したいと語る姿に、ファンたちの心はワクワクと踊っていました。 SNS を通じた熱い交流、平野紫陽は、飛べ入りと同時に個人のインスタアカウントを開設し、ファンとの交流を強化しています。ストーリーズで質問にこまめに返信するなど、ファンとの密なやりとりが目立つことから、神対応として称賛されています。一方で、下ネタ回答など一部の投稿によって一部のファンが動揺しているとの報道もあります。喫煙疑惑に揺れるファンたち、先日のサウナ投稿において、 平野の手に映り込んでいるとされる IQOS によって彼の喫煙疑惑が浮上してしまいました。喫煙は本人の自由であるにもかかわらず、彼のファンたちはジャニーズ時代の喫煙バレを警戒しているため、疑惑に対して大騒ぎしているとされます。アーティストとしての自由な発信、トベは所属タレントをアイドルではなくアーティストと呼ぶことからもわかるように、平野仕様はもはやアイドルではなく、 自由な表現を求められる存在です。喫煙者であることがバレても問題ないとするファンもいる一方で、彼の投稿内容による動揺を警戒する声もあります。彼自身が投稿に対して慎重になる必要があるのかもしれません。平野仕様の新たなスタートに期待が高まる一方で、SNS による自由な発信が彼を取り巻く状況を複雑にしています。ファンと密な交流を楽しむ彼の姿勢に共感する一方で、 出演疑惑に揺れるファンたちの声もあります。アーティストとしての自由な表現とファンとのバランスをとることが今後の彼にとって重要な課題でしょう。